鳥の羽について学ぶイベントが多摩川自然情報館で開かれました。身近に見られる生き物で、まあ、今回は鳥なんですけども、私が普段から鳥の調査をしているの でそれで足元とかよく見ていたりするといろんな羽が落ちていて、何の鳥だろうっていう疑問から始まって、で自分でちょっと調べていってちょっと面白いなと思ったので、あいにくの小雨でしたが早速鳥の羽を探しに出かけました。羽が見つかったようです。手袋なんですけど、一応手袋ということで、手袋とで、まあ、ここにジップロックがさっき、これだと入るかな、ちっちゃいかな、一応こういう感じで、これは何の羽か分かるかな、ね、ねぎのハースじゃない、ハースじゃないの、ハート、そう、そのカラス、カラス、うん、そう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 、ご飯にね、ドバトがね、いっぱいね、よく見るとね、泳いで、あ、泳いで飛んでたり、今魚の話しちゃったよね、そうそうそう、あの、そう飛んでたり、あの、これはドバトだね、そうそうそう、あとでまあこの羽の大切さ戻ってからやりましょう、あの雨が降ってこられると困る、ただ大きさとかが全然見た目も違うよねっていうのだけ覚えていただければと思います。17種類、絶滅危惧種っていうのが決まっていて、あの指定されているんですね。その中で、このコサギとトビと、モズとオナガはここの場所、調布市、調布市ではこうやって剥がれた時に、改めて鳥の羽の構造や役割、種類などを学びました。続いて鳥の羽を使ったしおり作りに挑戦しました。なかなか難しそうです。大丈夫ですか、できました。ここに羽があって、最後に身近な鳥の羽を観察しました。これなんで結構あのいろんな場所に行けば、拾えるので、いろいろ図鑑とかにあの、住んでるところとかそういうのが書いてあるのを、それを見ながら、探してもらえると結構お目当ての羽が出られるかもしれないです。どうぞ見てもらって、これはね、昨日奄美大島からも帰ってきたんだけど、鳥の羽とかいろんな小僧をして楽しかったです。気に入った羽ってありました？カケスとかワカケホンセインコとかの羽です。それはどんなですか？楽しかったです、うん、どんなとこが楽しかった？本物の羽を初めて触ったり、結構結ぶのが細くて難しかったです。このね、川の日はっていうのはこの通りさん、終了時間を過ぎても参加者は熱心に質問していました。ここだね、この黄色だね、ここ